もしもそれが真実なら私天国に行けないね。君が望むならば今時が連れて行きましょう。先生これは何の授業、黒い何も見えなくなった。なりたいな、私だけでも天使になりたい。先生確かに言ってますか、怯えてるの全てには肉体的な苦痛で楽しいの対抗する理論で合わせてて、私の中の苦悩を出して種が生えたら寿司で浮かばって。ママはいつも不機嫌なの、パパはお仕事で帰らない。それもそれもパワーいつも全話してトランプを。クラスの子は私のこと変なバカなで呼んでいるの。君のその体を沈めてあげるよ。一人が誰でもよかった。先生ごめんなさい。先生。